1999年1月23日に起きたガンマ線バースト GRB99123 の可視光での残光。残光の上部に伸びるフィラメント状の天体はバースト源を持つと思われる銀河。この銀河は別の銀河との衝突によって形が歪んでいる。ガンマ線バーストは天文学の分野で知られている中で最も高度の高い物理現象である。 ガンマ線バーストでは、ガンマ線が数秒から数時間にわたって、線光のように放出され、その後 X 線の残光が数日間見られる。この現象は、研究上のランダムな位置で1日に数回起こっている。ガンマ線バーストを起こす元となる仮想的な天体を、ガンマ線、バースターと呼ぶ。現在では、ガンマ線バーストは、極超新星と関連しているという説が最も有力である。 超大質量の構成が一生を終えるときに極超新星となって爆発し、これによってブラックホールが形成され、バーストが起こるとされる。多くのガンマ線バーストが何十億光年も離れた場所で生じている事実は、この現象が極めてエネルギーが高く、かつ滅多に起こらない現象であることを示唆している。これまで観測された全てのガンマ線バーストは銀河系の外で生じている。 似たような現象として南ガンマ線リピーターがあるが、これは銀河系内のマグネターによるものである。ガンマ線バーストが銀河系で生じ、地球方向に放出された場合、大量絶滅を引き起こすと推定されている。なお、天体物理学会では、ガンマ線バーストの詳細な発生機構についての合意は得られていない。ガンマ線バーストの名前は略称の GRB に、 発生時刻の西列か2桁、月、日の6桁の数値で決まる。同日に複数のガンマ線バーストがあった場合は、A、B、C という順にアルファベットが付けられる。例えば2008年9月16日に3番目に発生したガンマ線バーストは GRB080916C となる。ガンマ線バーストは1967年7月2日に、 アメリカの核実験監視衛星ベラによって発見された。発見された GRB は後に g r b 6 7 7 0人と名付けられた。ベラは核兵器の爆発実験により放出される放射線を検出する目的で作られた衛星だが発生源が不明のガンマ線のバーストを検出することがあった。1973年に アメリカのロスアラモス国立研究所の研究者がこの衛星のデータからこれらのバーストが太陽系外からやってきているのを突き止めた。宇宙から飛んでくるガンマ線は地球の大気によって遮られるためガンマ線バーストは大気圏外でしか観測できない。研究者たちはより高性能のガンマ線検出器を衛星軌道上に打ち上げれば GRB の位置を迅速に求められると考えた。しかし、1970年代になって、高性能のガンマ線センサーが打ち上げられたものの、バースト源の位置を特定して、詳細に調べるには、精度が不足していた。衛星が示したバーストの発生位置付近を可視光で観測しても、それらしい天体は全く見つからなかった。 バースト源についてそれ以上詳しい情報は得難いのが明らかになり、また GRB について多く疑問が出された。第1の疑問は、バースト源は銀河系内にあるのか、それとも遠くの宇宙にあるのか。第2の疑問は、バーストのメカニズムは何か、であった。仮にバーストが遠方の宇宙で起きるとすると、その莫大なエネルギーの源を説明するのが難しくなる。なお、 一部の研究者は、ガンマ線バーストは、太陽系内のオールトの雲にある、半物質と物質が、対照滅を起こした時に発せられたのではないかという仮説を打ち立てたが、後に否定された。1980年代にはこの問題はほとんど進展しなかった。その後1991年4月に、アメリカ航空宇宙局は、コンプトンガンマ線観測衛星を打ち上げた。 コンプトンに搭載された観測装置のバーストトランジェントソースエクスペリメントはガンマ線バーストを検出しその天球上の位置を十分な精度で決定することに成功した。バツィによってガンマ線バーストには少なくとも2種類高ガンマ線バーストと南ガンマ線リピーターが存在すると分かった。バツィは毎日に3個の GRB を検出しそれらが 天球全体ににわたた。ってランダムに分布するのを、発見したバーストが我々の銀河系内で起きているのであれば、銀河面に沿ってより多く分布するはずである。バースト源が銀河系の銀河波浪に付随するとしても、銀河中心により多く分布するように見えるはずである。またもしそうなら、近傍の銀河も同様の銀河波浪をお持つと期待されるが、これらの銀河の銀河ハローに位があんませんバーストの。 起点は見られなかった。この事実は GRB が遠方の宇宙で起きているのを示唆していたが、同時にこれほど大きなエネルギーを生み出すメカニズムが問題となった。理論天文学者の中には依然として GRB が銀河系内で起きるモデルを考え出すものもいたが、罰意ではこの問題を解決できなかった。1990年代末には GRB が銀河系内で起きるとする説は、 否定された。最初の手がかりは、1996年に打ち上げられて2003年まで稼働したイタリアとオランダのベッペイザックス衛星によってもたらされた。ベッペイザックスは2つの広角 X 線カメラと強調して動作するガンマ線検出機を搭載していた。衛星のガンマ線検出機の核分解能は高くないが、GRB には一般に、 X 線も含まれているので、X 線カメラを使えば素早くバースト源を特定でき、可視光や他の波長の望遠鏡での観測に役立つ。1997年2月28日、ベペ・ザックスは GRB の正確な位置を素早く割り出した。このデータにより、アムステルダム大学の j ンパラダイスのチームが、カナリア諸島のラパルマにあるウィリアム・ハーシェル望遠鏡で、 GRB の可視光による太陽天体の検出に初めて成功した。GRB97228 と名付けられたこのバーストの光学対応天体は1997年3月26日にはハップル宇宙望遠鏡によって観測され淡く広がった天体が取り巻いていると分かった。これはハップルディープフィールドの非常に遠方にある銀河によく似ていた。 しかしこの頃にはバーストの残光は非常に暗くなっていたためバーストが銀河系外に起源を持つとはっきり証明するのに必要なスペクトルは得られなかった。1997年5月8日、ベッペイザックスは別のバースト GRB97508 をキリン座で記録した。衛星の研究チームはインターネットでバースト発生の報告を流し7時間後に 天文学者、ハワード・ボンドが、アメリカのキットピーク国立天文台の90センチメートル望遠鏡を使って、広角天体を検出した。5月11日には10メートルケック2望遠鏡によってこの天体のスペクトルが得られた。このスペクトルの吸収線は、大きなドップラーシフトを示していた。赤型変異の値は0.835であった。ハッルの法則を当てはめると、 バースト源は数十億光年の彼方にあることになる。これらの観測に続いて、天文学者たちは、バースト発生の数時間後あるいは数日後により暗い、可視光や電波の残光を検出した。赤型変異のデータもより多く集まり、バーストが遠方の宇宙で起きているのがはっきりした。1997年と1998年に、 行われたいくつかの GRB 発生位置の可視光観測によってバーストと超新星の間につながりのある可能性が浮かび上がってきた。これらの観測は決定的ではなかったが天体物理学者たちは GRB が超新星と関連していることに自信を持つようになった。1999年1月23日、アメリカニューメキシコ州ロスアラボスのロボティック、 オプチカルトランジェントサーチエクスペリメント1という装置によって初めて GRB 本体の可視光画像を得ることに成功した。ラッチマイナス1は商用の 200mm 望遠レンズ4本が CCD 接像素子に組み合わされたアレで構成されており、これが自動動作する課題に搭載されていた。これらの望遠レンズは アマチュア天文趣味の基準から言っても地味なものだが、ラッツイマイナス1は広い視野を持ち、研究場のどの場所にも素早く向いて撮像できる装置だった。1999年1月23日早朝のまだ暗い時間に、コンプトン衛星が1分半にわたって継続するガンマ線バーストを記録した。バーストが最初に検出されてから25秒後に、 ガンマ線と X 線の最初のピークがあり、続いてバースト発生の40秒後にいくらか小さなピークがあった。その後50秒の間にいくつかの小さなピークを残しながら放射は消えていった。発生から8分後には最大高度の1、100まで高度が下がった。このバーストは過去のガンマ線バーストすべての中で上位2%にランクされるほど強かった。 コンプトン衛星は、バースト発生の報告を NASA ゴダード宇宙飛行センターの地上制御施設に送り、センターはすぐにデータをガンマ線バースト座標ネットワークに流した。このバーストは GRB99123 と命名された。コンプトンでは、バーストの正確な位置は求められなかったが、発生位置の情報は、広角のラッチマイナス1にとって十分だった。 ラッチマイナス1のカメラアレイは自動的に発生位置付近の領域に焦点を合わせ、コンプトンが検出してから22秒後のバーストの画像を撮影し、これ以後25秒間隔で撮影した。ラッチマイナス1は16頭までの暗い天体を撮影できるが、GRB ハンターたちは GRB の可視光成分は非常に暗いのではないかと予想していた。 しかしラッチマイナス1が撮影した歌詞光成分は9等もの明るさに達していた。これは性能の良い双眼鏡でも見られる明るさである。バーストを起こした天体はバースト発生から1分以内に4000倍も明るくなっていた。ベペーザックスもこれを観測しており、発生位置を1分角以内の精度で特定した。 このデータもネットワークに流され、バーストの4時間後に発生位置が、パロマー天文台の1.52メートル、シュミット式望遠鏡で撮影された。この画像には、過去のアーカイブ画像にはない18等級の可し光の天体が映っていた。翌日の夜には、ハワイの10メートル、ケック望遠鏡とカナリア諸島のロケでロス・ムチャーチョス、天文台の2.6メートルノルディック、 光学望遠鏡で20等級まで現行した天体が撮影された。これらの観測で九州線の赤方変異が1.6とわかった。これは距離に換算すると約90億光年となる。バースト発生の16日後にハップル宇宙望遠鏡が GRB99 万123の観測を行った。この頃には当初の三百万分の一まで暗くなっていた。 ハップルは、バースト源の位置に暗い銀河を映し出した。この銀河は青い色をしており、新しい星が大量に生まれているのを示唆していた。2006年6月14日、ガンマ線バースト観測衛星、スーエフトによって発見された。102秒間の間維持され、長いガンマ線バーストのはずだったが、近くに超新星が見つからなかったため、ホワイトホールが短時間出現したのではないかとの、 仮説も有力だとされた。2013年4月27日に観測されたガンマ線バースト。950億電子ボルトという高めのエネルギーを観測した。詳細は GRB13427A を参照。GRB99123 の明るさと推定される距離とから2つの可能性が考えられる。第1はこのガンマ線バーストの放射は 東方的に広がったというものである。これによると、バーストで放出されたガンマ線のエネルギーは、太陽質量の1.3倍の構成の質量を、すべてガンマ線の放射に完全に変換した場合に、生み出されるエネルギーに等しい。可視光の波長では、もしこのバーストが我々の銀河系内の2000光年の距離で起きたとすると、太陽の2倍の明るさで輝いて見えることになる。 同様の議論は1997年に観測された GRB971214 についても行われている。GRB971214 も HST によって残光の位置に暗い銀河が発見されており、この銀河の赤方変異が3.24と求まっている。この距離でバーストが起き、エネルギーが 東方的に放出されたと仮定すると、そのエネルギーは通常の超新星爆発の数百倍に達し、バースト源の周囲100マイルの領域はビッグバンの1ミリ秒後に匹敵する温度に達したことになる。もう一つの可能性は、ガンマ線は東方的な分布ではなく狭い領域に細く絞られて放出されたとするものである。この場合でも、 大きなエネルギー放出になるが、それは超新星と同等となり、それゆえ奇妙な物理過程をあまり必要とせずに済む。天体物理学者たちは、バーストのパワーを完全に説明できる、説得力のあるメカニズムを考え出す挑戦をしている。様々な考えの一つに、中性子星同士、あるいは中性子星とブラックホールとの衝突によって、説明できるとする。また別の考え方では、 バーストは極超新星によって起こるとするものもある。ハップルの観測によって GRB99123 には海銀河が付随していると分かり、超新星説にデータを加えた。これはバーストが中性死亡や他のコンパクト天体の衝突によって生じると考えていた衝突モデルの理論家たちを失望させた。なぜなら衝突説では コンパクト天体がかなり高い個数密度で存在している必要があるが、これは若い銀河とは矛盾するからである。一方で超新星は星形成の盛んな若い銀河では頻繁に起こる。超新星爆発を起こして死を迎えるような大きな星は寿命が短いためである。しかし、超新星説モデルもエネルギー生成の理論で困難があった。問題を避ける方法の一つに、 バーストのエネルギーは全方向に等しく放射されるのではなく星の回転軸方向だけに放出されると仮定する方法がある。これは激しい活動性を見せるある種の恒星や銀河が決まった方向に高エネルギーの宇宙ジェットを放出するのと似ている。バーストの強力な高度に対する別の説明としてバーストの光は地球と GRB の間にある。 大きな銀河によって作られる空間の歪みによる重力レンズで集光されているとするものもある。この重力レンズモデルは実際に地球と GRB の間に銀河があると示唆する観測結果により当初指示された。しかしこの銀河は後に殺像時の傷と分かった。そのために重力レンズ説が完全に否定されたわけではないがイエール大学のブラッドリー・ー・シェイファーが 赤型変異1.6という距離での銀河の密度を考えると重力レンズが起こる確率は1、1000程度にしかならないだろうと指摘し、この説に対する興味は薄れていった。プリンストン大学のボーダンパチンスキーとカリフォルニア大学サンタクルーズ校のスタン・ウーズレイはそれぞれ独立に超新星爆発では爆縮によってブラックホールが作られるときに ガンマ線のエネルギーが細いビームとなって放出され、この集中したビームによって実際よりもエネルギーの大きい現象として観測される可能性があると指摘した。爆縮でこのようなビームが作られる過程は未だに謎である。しかし、2001年秋に発表された17個の GRB の残光の解析からビームの幅について上限が与えられた。これによれば、 ビームの幅はわずか数度の角度範囲に限られる。このような細いビームとして放射されるなら GRB のエネルギーは 1044J の数倍のオーダーとなり平均より少し規模の大きな超新星でエネルギーを賄える。細いビームでガンマ線が放射されているとおそらく500個に1個程度の GRB しか地球からは観測されず GRB は実際には 宇宙でごくありふれた現象であり、毎分一回程度は起きていると見積もれる。となると、ガンマ線バーストに続いて起こる残光現象だけが見られる、親なしの残光を観測できるかもしれない。GRB の明るさは短時間で変化するから、バースト源の天体は非常に小さいと考えられる。天体の一部から起きた変化は高速を超えずに、天体全体に及ぶが、 天体が大きければ、その分時間がかかる。明るさの変化が、どのような原因でも、短時間で天体全体の明るさが変化できるなら、天体は大きくはないと考えられるからである。非常に高密度の環境では、講師は外へ逃げ出せないため、天文学者たちは、最初天体から、物質のジェットとして、エネルギーが放出され、ガンマ線は、天体から、 ある程度離れた領域で内部衝撃波によって作られると理論づけている。GRB が超新星と関連する直接的な証拠もある。超新星爆発の爆縮過程によって広い範囲の重元素が合成され、とりわけニッケルの同位体は非常に不安定なためごく短い時間で崩壊し放射線を出す。これによって超新星は爆発の数日後、 あるいは数週間後により明るくなる。2001年11月21日、ベッペイザックスはある GRB を捉えた。これはハッブル宇宙望遠鏡によって観測され、GRB011121 の進化が長期間にわたって追跡された。観測で得られた高度曲線は超新星の高度変化モデルと一致した。しかし、GRB011121 のスペクトルは、 得られなかったため、超新星とのつながりは結論付けられなかった。GRB のデータは今不完全で依然として謎に包まれている。GRB のスペクトルを得るのは難しく、それゆえ GRB までの距離は直接的に測定できない。その代わり、残光の可視光観測により赤方変異を測れば、おおよその距離が判明する。バースト発生後すぐに場所を特定して、 残光を見つけるのは非常に難しいが、天体物理学者の中には GRB の変更の割合が距離に関する有用な指標を与え、さらに遠方の宇宙の距離決定の標準光源として役に立つと考えるものもいる。また GRB はバーストの継続時間が長いものと短いものの二つに分かれる謎もある。長いガンマ線バーストは超新星に付随するであろうと、 一般に考えられているが、短いガンマ線バーストバースとは全く異なるメカニズムに関連しているのかもしれない。データの曖昧さや数多くの謎が残されているにも、かかわらず、天文学者たちは現在、謎の答えに迫りつつあると考え、非常に興奮している。彼らは自分たちが使え道具をこの問題の解決に、うまく使っているところである。天文学者たちは、 2000年10月9日に打ち上げられたアメリカのヘテマイナス2衛星によってより多くの情報が得られると期待している。最初のヘテマイナス1衛星は1996年11月4日に打ち上げられたがロケットからの衛星切り離しに失敗した。バーストハンターたちは落胆したが幸いにもスペア部品から代替機を作れた。 ヘテマイナスにはガンマ線バーストの位置を迅速かつ正確に求めるよう設計され、これにより NASA のチャンドラ x ク0 0問題など他の観測衛星がバーストのより詳細な情報を得られるようになっている。さらに現在 GRB を調査する新たなミッションが始まっている。スウィフトガンマ線バースト観測衛星が2005年4月に稼働している。スウィフトは バースト警戒望遠鏡を搭載し、他の衛星にあらゆるガンマ線バーストの発生情報を送れる。この衛星はバースト源に向けて素早く方向を転換し、今までよりも高感度の観測装置でバーストの観測を行う。スウィフトは50秒以内に姿勢を50度移動でき、天空上の正確な座標に観測装置を向けられる。2005年5月5日、スウィフトは あるバーストを捉えて、追跡観測を行い、他の観測衛星、天文台によっても観測された。この時のデータは2つの中性死亡死の衝突によって、バーストが生じた可能性を示唆しており、現在も調査が続けられている。2015年10月27日のグリニッジ標準時22時40分に、NASA、アシー、ユークサの、スイフと衛星は、 それの1000回目のガンマセンバーストを観測した。ガンマセンバーストは生物に対して破壊的もしくは損傷的影響を持ち得る。宇宙全体で考えた場合、地球上と同様の生物に対して最も安全な環境は広域の諸銀河の周辺部での最も低密度の領域である。銀河の類型とその分布における私たちの知見では、 私たちがそれを知るような生物は諸銀河のお,およそ10%だけに存在することを示唆する。さらに0.5よりも高い赤色変異を持った諸銀河 Z はそれらのがアンマ線バーストの高い割合並びにそれらの天体のまとまり具合から私たちが知るような生物に対しては快適でない。地球の大気は X 線やガンマ線のような高エネルギー電磁放射を 緩和するのに非常に効果的であるので、放射のこれらの類型は、バースト事象それ自体の間の地表におけるいかなる危険な水準でも届かないだろう。わずかのキロパーセクをもってのガンマ線バーストからの地球の生物における直接の影響は、地表の水準での紫外線放射における短い上昇になるだけだろう。この紫外線は、正確な性質とバーストの間隔に依存する。 しかし地球上の生物にとっての地球壊滅を引き起こす可能性があるとは思えない。過去の地球における影響についての仮説なんだかの仕方で生物に影響を十分に与えるものに近いガンマ線バーストはかつて500万年ごとかそれほどごとに地球に生物が生じて以来無数の回数にわたって起きていたかもしれない。4億5000万年前の重大なオルドビシアン。 シルリアン絶滅事象はガンマ線バーストによって引き起こされたのかもしれない。極めて限定された領域をもって残されやすいものである。海洋の表面に近いプランクトン層を生存の部分として過ごした山陽虫のオルドビスキ末期の種は深海に住むものよりも大きな打撃を受けた。これは個体数がより広く分布する種は大抵適応して生存する点において、 絶滅事象の通常の方とは対照的である。あり得る説明は、深海に残る産業虫はガンマ線バーストと関係する紫外線の増加から保護されたのかもしれないことである。この仮説を同じく指示するものは、オルドビスマ末期の期間中、表面に住んでいた2枚以外よりも穴に住む2枚以外の種は絶滅しにくかったとの事実である。 地球上での大量絶滅研究者の中には近距離のガンマ線バーストによって地球がガンマ線の放射を受けた場合の影響について調べている者も,もいる。この研究は地球で起きた大量絶滅の原因を説明し、また地球外生命の存在の可能性を評価するという動機に基づいている。現在の共通認識では ガンマ線バーストの継続時間は短いので被害は限定されるが十分に近い距離で起きた場合は地球大気に深刻な被害をもたらしオゾン層が破壊されて大量絶滅を引き起こす可能性もあるとされているガンマ線バーストによる被害は同じ距離で起こる超新星爆発による被害よりは小さくなると考えられている2005年 NASA とカンザス大学の研究者が 約4億5000万年前のオルドビスキ、シルルキ境界での大量絶滅がガンマ線バーストによって引き起こされたと示唆する研究結果を発表した。バースト自体は古代の絶滅を引き起こした直接的な証拠ではないが、大気のモデリングによってそのようなバーストがもし起きたらどうなるかというシナリオを描いている点に彼らの研究の特色がある。彼らは 比較的地球に近い恒星の爆発によるガンマ線放出の計算を行い、この爆発で地球にはわずか10秒間しかガンマ線は降り注がなくても、これによって地球大気のオゾン層の約半分がなくなる可能性を示した。消滅したオゾン層の回復には少なくとも5年を要するとされている。オゾン層の破壊によって太陽からの紫外線が地上や海、 故障の表面近くに生息する生命の大半を死滅させ、食物連鎖も破壊される。我々の銀河系内でガンマ線バーストが起こる可能性は非常に小さいが NASA の研究者は過去数十億年の間に少なくとも1回は地球にガンマ線が降り注ぐほど近い距離でバーストが起きただろうと見積もっている。カンザス大学の古生物学者である ブルース・リーバーマン博士は、ガンマ線バーストが、オルドビスキの大絶滅の原因となった可能性があるという具体的なアイデアを提唱した人物である。我々は、それがいつ起きたか正確には知りませんが、それが過去に起こり、その痕跡を残したこと自体には、確信を持っています。最も驚くべきことは、たった10秒間のバーストで、 保存層に数年にわたる破壊的な被害がもたらされるということですと彼は述べている。2012年、薬杉年輪の解析によって、西暦774年から775年の1年間に宇宙船が急激に増え、炭素14が生成されていたことが名古屋大学の研究グループから発表された。この宇宙船の増加の原因を、 地球から金傍での超新星爆発とする説や太陽での巨大フレアの発生とする説などが唱えられたが特定には至っていない。ナンガンマ線リピーターはマグネターの一種でガンマ線や X 線の大規模なバーストを不規則な周期で引き起こす天体である。この現象で放出されるガンマ線、X 線格子のエネルギーは通常のガンマ線バーストよりは低く、 研究上の同じ領域で繰り返し起こるのが特徴である。SGR1806 から20は過去に記録された最大のバーストで、その絶対等級はマイナス29等に達した。ありがとうございます。